ミラノにあるカバリエリの像、フランチェスコ・ボナベントゥーラ・カバリエリは、イタリアの数学者。微分積分分野の権威として、理論形成に多大な影響を残し、カバリエリの原理の提唱者として知られる。幼少より、イタリア諸都市において、宗教学を治め、聖職者を目指していたが、1616 16年、ピサで、ガリレオ・ガリレイの弟子にあたるベネデット・カステリと出会い、 数学者としての道を志すようになった。ミラノやパルマの修道院で勤務する傍ら、数学研究を続け、1626年にボローニャ大学の数学教授となった。ヨハネス・ケプラーのブドウサカダルの測定とともに、近代的旧石法の始祖とされ、1635年に不可分者による連続体の新規科学を発表。カバリエリの原理として名を残した。 この他天文学や先生術などにも精通し、関連した著作を発表している。ありがとうございます。